はい、はじめまして、伊達市の県民リポーター清野公宏と申します。どうぞよろしくお願いします。今回は伊達市のぐるっとパスポートについて伊達市、観光物産交流協会の佐藤課長からご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、ぐるっとパスポートとは、伊達市内の、指定の飲食店や観光施設などを回っていただいて、スタンプを集めて、伊達市のファンであることを証明するパスポートを手に入れる、ステージアップ方式のイベントになっています。はい、これしか手に入らない正宗伊達ヌードルの、限定グッズ、シールですとかピンバッジなどがもらえます。伊達市柳川町の堺寿司さんの方に来ております。こちらの方のソースカツがとてもおすすめなんで、こちらのですねソースカツ食べていきたいと思います。早速いただきます。あいいっすかやっと食えるすごい、この肉が柔らかくて美味しいですね。秘伝のタレ、大盛りで食べたいんだけど、やっぱり最近年取ってきてカロリー制限してるんで。あ、マスターの顔映ってない。大丈夫です。大丈夫ですか。これ入れて。ありがとうございます。はい、